はい、今から第48弾をやっていきたいんですけど、今回ある戦術を思いついちゃって、それで上手い人は結構それやってる、知ってるんじゃないかっていう戦術を思いついたのでちょっと説明したいんですけど、まあ今回ちょっとボードでハーフコートでこれでフットされて説明するんですけど、まあどう、何がいいかっていうと、まあ、誰でもいいんですけど、まず、かぶせに行くんですね、ポジション。ポジションかぶったらいけないっていうのは常識であると思うんですけど、それをあえてかぶらせに行きます。例えば、こいつはここでここにかぶらせに行きます。そしたら実質、ここを排除した3対3ですね。3対3になりますね。この広いコートを3対3でやるスペースがすごいできるんで、もうこう移動した瞬間に、すごい高速な展開になりますね。早い展開。パン。だから、スイッチを、よし、今から攻めるぞとかいう時に、こう被せに行ったら、ゴーみたいな感じにしたらいいと思います。むしろ、こいつは、この上下運動はありだと思うんで、まあ、サイドのカバー付きですよね。まあ、こうなるけど。で、もしこいつが、ついてこんかったり、ここら辺におったりしたら、ここでもう2対1というか、ティキタカですね。これも一つ発見なんですけど、例えばメッシとダニエル・アウベスのコンビネーションがすごい動画があると思うんですけど、あれはなんであんなにパス回しできるかっていうと、ポジションをかぶせに行くことによって、こう、変幻自在にパス回しが行くんですね。だからここで、まあちょっと練習の時とかにティキタカとかの、この狭いエリアでの2対1とか練習したりして、まあこうなったらティキタカでここで突破すればいいですね。で、こうなりますね。これが僕実際に、まあ、パッと思いついたんですけど、フットサルでも、テレビゲームでも、11人制のゲームでも、見事にマッチして、めっちゃみんなの動きが良くなったんで、まあ、小中学生あたりだったらまだ、スペースへの動きとかは難しいかもしれないですけど、高校とか大人になると、だいぶ、ここら辺の人も、この後どう動けばいいかとか、こう分かってくると思うんで、ぜひポジションをかぶせに行くっていうの、まあ11人のフルコートでもできるんで、ちょっとやってみてください。